アイテム番号 SCP-89JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-89JP はサイト8181の標準用武器保管ロッカーに収容されています。SCP-89JP はその特性により通常の銃器としての使用は不可能ですが、実験等により持ち出す場合は通常の武器持ち出しの手順を経てください。陸上自衛隊、イカリクジと表記、に潜伏している財団構成員は常に SCP-89JP の異常性の発言を警戒する必要があります。もし SCP-89JP の異常性が一般人に対し暴露した場合は、カゴメ協定、を通じて陸自から対象を確保しなければなりません。その際は財団関係者を呼び、カゴメ協定、関係者以外の人員に記憶処理を施し情報漏洩の防止に努めてください。昭和、年追記。SCP-89JP の大規模な収容のために陸自磁気主力小銃の選定プロジェクトが開始されました。陸自に潜伏中の財団構成員は引き続き警戒と情報操作に当たってください。2000、年現在。小銃の老朽化や装備の更新等のカバーストーリーを用いて陸自の保有する SCP-89JP を収容する試みが行われています。説明。SCP-89JP は陸自にて使用されていた自動小銃の総称です。1900年に財団に発見され現在はほぼ全てが財団の収容下にあります。2000年までに全ての SCP-89JP が収容される予定です。SCP-89JP の持つ異常な特性は、実弾を装填した SCP-89JP を人間に向けて T した時に発揮されます。対象から発射された弾頭は物理的法則を無視し射線上にいる人間を避けるように振る舞います。この特性は弾頭が運動エネルギーを失うまで継続します。多くの場合、SCP-89JP から放たれた弾頭はその特性により人間を殺傷することなく地面かその他のものに着弾します。なお、この特性が人間以外に発揮されることはありません。SCP-89JP が異常性を発揮する基準は人間か非かであり、それ以外の基準は存在しないことが実験にて証明されています。ほい。実験記録 89JP。1、日付。対象、B クラス1名、B7291。補足。実施方法、5立方メートルの標準用実験チャンバーにて高速用椅子に固定した B7291 を実弾を装填した SCP-89JP で射撃する。なお、実験の様子はハイスピードカメラで記録される。結果、B7291 は無傷。放たれた弾頭は B7291 の直前で左に方向転換した。分析、仮説の通りだ。次の試験を実施する。実験記録 89JP。2、日付。対象、B クラス1名、B7291。補足。SCP-89JP の銃口を B7291 の側頭部に密着させた。実施方法、実験記録 89JP1 と同じ。結果、SCP-89JP は撃発できず、弾薬から異常は発見されなかった。分析、B7291 は継続使用する。実験記録 89JP3、日付。対象、B クラス1名、B7291。補足、財団標準防弾装備を B7291 に着用させ、照準を B7291 の胸部に即合した。実施方法、実験記録 89JP1 と同じ。結果、放たれた弾頭は B7291 のボディアーマーに着弾、貫通する直前に方向転換しボディアーマーごと B7291 をチャンバーの壁に叩きつけた。分析、
銃弾に与えられた運動エネルギー以上の動きをしているのは気のせいか？実験記録 89JP 4、日付。対象、B クラス1名、B7291。補足、B7291 の側頭部から 15cm 離れた場所に銃口を固定した。実施方法、実験記録 89JP1 と同じ。結果、弾頭は B7291 を避けたが高温の発射ガスは通常通りの挙動を見せた。B7291 破側頭部の損傷により死亡。分析、弾頭以外に異常な特性は付与されないようだ。実験記録 89JP5、日付。対象、B クラス1名の死体、B7291。補足、なし。実施方法、実験記録 89JP1 と同じ。結果、SCP-89JP は異常性を発揮しなかった。分析、予想通りの結果だ。要セキュリティクリアランスレベル4。実験記録 89JP 日付。対象、B クラス1名、B6582。補足、実験には陸自新型小銃を用いた。実施方法、実験記録 89JP1 と同じ。結果、B6582 は無傷。SCP-89JP を収容した。分析、嫌な予感がする。